テーター経済評論家常念司さんです。常念さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。なんか天気がやばいですね。そうなんですよ。いつになったら梅雨終わるんですか。これ8月に入ってっていう。8月に入って説が、まあ、今日27日ですから。なるほど、ね、開けずに終わる。このまま開けずに終わるっていうパターンもはないようですけど。ないんですか。それはないようですよ。まあでも開けてすぐ冷夏みたいなね。冷夏はやだな、ねえ。なんかどこぞの農業やられてる方が、はい、今年は冷夏になるんじゃねえかみたいな。なんかそういう話も聞くんですよね。Twitter になんかすごい出回ってましたけどね、このまま寒いまま行っちゃうんですかね。気象庁の予報によると冷夏という文字は出てこないですけどね。あ、そうですか、いやもうなんかね、早速野菜の値段が上がり始めているということでね、上がってるんですよ、これまたね、ドクトルベジタブルというですね、緊縮大魔王がいるんですけれども。ドクトルベジタブル。ドクトルベジタブルという恐ろしい緊縮大魔王がいるんですけどね、物価が上がらないのは野菜のせいとか言ってね、そういうまた財務省御用達のデマをですね、言いそうで怖えなと思ってね、今ね、ちょっとベジタブル注意報だなと、今思いましたけどね。経済ね、データで見た時にね、いやそうなんですよ、野菜の高騰でとかね言うんですよね。ありますよね。ありますね、はい。まあ、それ2014年にね、消費税が増税になった時に、まあ消費があんまり盛り上がらない、理由は何だろうって言った時にね、いやこれは消費不足じゃなくて需要不足じゃなくて供給の問題なんですとか言って、そのドクトルベジタブルというやつはですね野菜不足がと、日照不足による野菜不足がとコメントしたことで、ドクトルベジタブルという名前がついた。そうなんですね、はい。某私立大学のですね、教授をやっているですね、まあ、なんかだんだん分かってきた。そうですね、まあ、高橋陽一先生に完膚なきまでに論破されてですね、今本人の目の前に出られないと言われている、まあね、あえて名前は言いませんけどね、まあ、そういう人に習う学生さんもね、かわいそうだなと、まあ、今リモートなんでね、その毒もだいぶ抜けたかなと思うんですけどアク抜きしないとね、野菜だけにね、アク抜きしないとちょっとまずいかな、お腹壊す。栄養、じゃあ栄養あるんですかね。栄養どうでしょうね、繊維質ばっかりだと言われてますけど歯に引っかかってしょうがねえみたいなね、まあまあそんな風に言われていますけどね、まあ、実際のところどうなんでしょうね、食ったことないですけどね、腹壊す野菜だと言われてます。そうですか毒入りです、はい、気をつけてください、はい。やっぱり債務の維持可能性というのがですね、まあその国の財政にとっては重要で、まあ、債務の残高よりもね、それが維持できるかどうかと、でその維持可能性が、まあ、市場に対してどれぐらい信用を得ているかということが大事なんですよ。そのね、端的に言うとそれが現れるのは金利です、金利、ジンバブエがですね、まあ、申し訳ないですけど、ジンバブエの方には申し訳ないですけど、ジンバブエ政府がですね、まあ、もしくはジンバブエの中央銀行がね、明日からジンバブエ国債、マイナス金利ですとか言っても、誰が付き合うかとお前舐めてんのかって言って市場に言われて、てめえなんか 30% だこの野郎みたいな、そういう感じじゃないでしょ。金利がだから高いってことね。そうでしょ、ね、これもし黒田総裁が、我が国は明日からマイナス金利とか言うと、ははーとか言って、黒田様がそうおっしゃるからにはって市場がなるでしょ、今実際にだって日銀がイールドカーブコントロールやってるわけです、みんな言うこと聞くんですよ日銀の、いや逆らってもいいけどさと、まあ、死ぬよみたいな感じの、本当にそういう感じなんですよ、やれるもんならやってみろと。でね、過去何人かこれに挑んだアホがいまして、有名なのはね、アメリカの投資家のカイル・バスってやつがいるんですけど、破産しかけてますからね、みんなね、命がけでやって全員ほぼ負けてますので、ほぼっていうかもう 100% 負けてるので、やれるもんならやってみろと、世界なんですよね、だから野菜不足でね、まあ、需要不足になったりとかですね、それからの債務の残高が大きいからといってね、国家破産するとか、大嘘なんで、まあ、そういう大嘘を言ってですね、かもろうとして割りやすいますから、変な投資信託買わせたりとかね、本当皆さんそういう、ね、詐欺被害にぜひ気をつけていただいて、ベジタルブルもね、そういう意味で利用されてるんです、詐欺に、本人気づいてないですけどね、さて東京 でですね、昨日新型コロナウイルス感染者新たに239人確認されました。6日連続で200人超えてます。感染経路家庭内が33人、ホストクラブなど夜の繁華街関連が16人。東京都担当者は家庭内は年代に広がりがあり数も増えている、警戒したいと説明しています。20代と30代で全体の6割を占める一方、60代以上も35人と徐々に広がってきています。重症者はおとといから2人増え18人となりました。家庭内での感染が若干増えつつあるということのようなんですが、東京都の感染状況、これ常念さんいかがでしょう。そうですね、まあ、大事なことをね、一つちょっと抜けてるんですけど、PCR 検査のね、精度がですね、4月に
に比べると格段に上がっているそうです。上がってるんですか。はい、なのであのほんのちょっとウイルスを持っているだけで、そのウイルスが活性化しているのかとか関係なくですね、まあ、とっくに治っていて残骸が残っているのでもう全部引っかかっているので、あのそういう点で言うとですね、あの重症者があんまりまだ18人ってこれピーク時の、5分の1ぐらいなんですけど、まあ、これもまあ なんかなんとなくそんなことなのかなと、まあ、これはですね、あの、まあ、精度が上がっているという点で言うと、4月に見つけてた時よりももっと早い段階で見つかっているので、これから増えてくるんだという人もいるんですけど、まあ、いずれにしろ結果はですね、今月末か、まあ、遅くともお盆までにはですね、出ると思うんですよ。でそれでそのやっぱり精度が高すぎて、そのもうあのなんていうんですか、残骸を持ってるような人まで全部引っかかってるからっていうのが正しいんであれば、政府はそっちであの打ち立てればいいですね、あの対策を。もしその、4月ので見つかる人よりももっと早い段階で見つかってるからこれから増えるんだって、本当にこれで増えちゃったら100人とか増えちゃったら、それは対策すればいいし、今ちょっと現時点ではどっちでっていうのは言えないので、まあ、ちょっと安全マージン取っといた方がいいかもしれませんが、でも結論出たらね、そっちの方向に舵切ってほしいですよね。その残骸を恐れて経済活動停止じゃちょっとおかしいですよね、これ経済で死ぬ人じゃほっとくんですかみたいな話になっちゃうんですね。あとは気になるのはベッド数だと思うんですが、東京都重症患者向けの病床100床含めて都内で2400床の病床を今確保しています。これから2800床の確保を目指すと。そしてホテルなんですが、今3つのホテルで合わせて480人程度受け入れることができますが、これあの軽症とか無症状の人ですね、都は今月中にホテルをさらに3つ確保する方針と。ちょっとこの3つの東京都はね、これなんで今確保してんだって話ですよ、小池さん6月のね、あの終わりぐらいからもう選挙の方に頭いっぱいで、これ全部そのほっといたんですよね、契約切れるの、でそれ切れたことを、菅官房長官に指摘されて、で自分のせいじゃないとか言い訳したんですけども、言い訳できなくなって今一生懸命やってるでしょ、小池都知事何もやってないんですよ。 あいつダメですよ、はっきり言って。またとんでもないやつを都民は選んでしまったなって感じですけど、もう全然あの会見もだ口ばっかりですよ、みんな騙されちゃダメですよ、あの女帝嫁女帝マジで、ダメダメ、もう なっちゃないんですよ、ホテルぐらい借りとけよって感じですよね。官僚に指示出してやらせるだけなんですよ。一回借りてはいたんですけど期限が切れて、ね、期限切れちゃったんですよ。そんなもん何やってんのって話ですよね。でこれ軽症者 の受け入れ施設ってすごい重要で、あのこれがあることによってあの医療リソースの逼迫をかなり避けられるので、あのそこができるかどうかが全てですよ。要は病気になっても死ななきゃいいわけでしょ、ね、それからケアできればいいわけじゃないですか。でそのためには要はそのケアの必要のない人まであの病床で受け入れるから大変なことになるので、大丈夫な人、まあ、無症状の人とかね、もうほとんど症状のない人っていうのは、ホテルで療養していただいて、で8割方自然に治るっていうのはもうこれ、ね、これだけ日本でも患者出ても証明されたじゃないですか。ね、ということはあので本当にうつした人は5人に1人なんでしょ。これもあの、専門家会議のね、元ね、あの押谷先生とか言ってましたけどね、だからそういう意味であの軽症者というかこのホテルね、あの隔離用のホテルってすっげえ重要なのに、もう小池さん全然気回ってなかったということで、もう女帝小池早くもやらかしてるな、大失敗ですね。あとは最近その後遺症っていうのがなんか言われ始めてますけど、そうですね、わからないんですよ。そうなんです、あの、ね、後遺症もね、だからその永久に残る後遺症がその軽症で無症状で治った人も含めて全員に出てるかっていうと、全然そういう話じゃないんですよね。後遺症が出た人もいる、ただしそのどれぐらいの確率であの現れるか、その、まあ、何人中何人でそれがどれぐらいの確率かってことは全然なんか言われてないんですよ。でそういう意味で言うとね、前産経新聞の報道でね、山梨で髄膜炎になっちゃいましたって言いましたよね。あれもその感染症ね、この手 その、まあ、熱が出るような感染症ではあのごく稀にそういうことはあるらしいんです、でインフルエンザなんかだとね、インフルエンザ脳症ってあるじゃないですか。でもあれも 100% インフルエンザ脳症になるわけじゃないでしょ、だからそこをちゃんとやんなきゃいけないのに、産経新聞がもうこれかかったら、ね、まあ、新型コロナかかったら全員髄膜炎になるかのような、んかちょっとミスリードな報道してて、これおかしいって言ったんですけど、今朝日新聞が後遺症後遺症ってすごい言ってんのもこの産経新聞の髄膜炎とほとんど同じです、だからもうちょっとね、その確実に分かってることと、あのそういうのもあり得るよっていうその確率のその、まあ、割ね、あのそのなんて言うんでしょう、その確率的なレベルですよ ね、そこに言及しないでね、さも全員後遺症になるかのようなね、そういうミスリードだとするとこれはもう大変な誤報ですよ、これ気をつけた方がいいと思います ね、 そうですね、お詫びだなこれな、下手するとな、お詫びって僕はお詫びするんですよね。あ、そうですか。僕はあの朝日新聞グループ知らなかったですか。いや、朝日新聞縮小団風の噂では聞いてたんですけど、そうです、縮小団団長ですから、僕あの縮小団の縮小団の方なんで、関連会社ですから、まあその他も J リーグでもね、PCR 検査とか行ってきたんですけれども、 J1 の名古屋グランパス新型コロナウイルスの感染者3人が確認され、昨日開催の予定だったサンフレッチェ広島との試合を中止とか、いろんなところ影響出てますね。これもまあ感染したかっていう
とね、PCR 陽性になったっていうだけで、本当に感染かどうかは分かんないですけどね。あ、そうなんですね。はい、この感染者って言い方、非常にトリッキーなんで、気をつけていただいた方がいいかもしれないですね。はい、はい、今朝もあなたの周りの情報を教えてください。メールはtera@joqr.net、ファックスは東京03-5403-1151、ツイッターも受付中です。番組のツイッターアカウントは、@tera1134、ハッシュタグは tera1134、たくさんのメール、ファックス、つぶやきお待ちしています。時刻6時11分です。文化放送、おはようテラちゃん活動中、今朝も7時までお送りしていきます。では、これまでに入っているニュースをお伝えします。時刻6時14分です。7月27日月曜日、今朝のコメンテーターは経済評論家常念司さんです。改めて常念さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今朝もいろいろニュースが入ってきています。常念さんに話を聞くこのコーナー行きましょう。ニュース目玉焼き。まずはこちら、読売新聞、北朝鮮コロナの疑い認める。北朝鮮国営朝鮮中央通信、26日韓国との軍事境界線を越えて北朝鮮南西部ケソン市に戻った脱北者の男性が新型コロナウイルスに感染した疑いがあることが分かり、今月24日午後からケソン市を完全封鎖するなど対策を当局が実施したと伝えました。北朝鮮が感染の疑い公式に認めたのは初めてです。で、この脱北者の男性は3年ぶりに軍事境界線を不法に越え、今月19日に帰郷した人物で、上気道の分泌物、血液の検査で感染の疑いが発覚しました。男性や男性の濃厚接触者は隔離済みということです。感染の疑いが発覚したことを受け、平壌では25日、朝鮮労働党中央委員会政治局の非常閣拡大会議が緊急招集されました。金正恩委員長は、去る6ヶ月間、全国的に強力な防疫対策を講じて全てのルートを封鎖したにもかかわらず、国内に悪性ウイルスが流入したとみられる危険な事態が発生した、現実を重大に受け止めるべきだと述べました。北朝鮮が感染の疑いを初めて認めたということなんですか、常念さん。まあ、こいつらの芝居にいつまで付き合うのかって感じですよね。はい、そもそもその金正恩委員長はとか言って生きてるみたいに書いてありますけど、はい、これ見ました、この写真出てたの、このケソン市の。いや、見てないです。あのニュースで写真出てたんですよ、ええ、誰お前みたいな。あの最初の、ええ、ね、もうだから金正恩委員長の顔、綾波霊みたいなもんですね。私は3人目だからみたいな、なんかもうなんだかよくわかんないやつが、ええ、あの髪型とあの服と体型だけ似せて、はい、なんか、はい、あの怒り狂ってるみたいな、なんか、ええ、そういう感じの、はい、あの絵を出してあの、ましたよね、はい、はい、なんでこれ誰みたいな。で、そいつが、そのもう、とっくに北朝鮮なんてコロナウイルス入ってんじゃんと。はい、軍経由でさ、それも北の方、北ってあの、中朝国境からね、あの、軍の方にこう入ってんじゃんと。ね。で、それがもう、あの、バレてるし、あとその、まあ、軍のね、あの、ほら、集団生活してるんで、集団感染起こってるし、はい、あとあの、何人か埋めてるでしょ、かかった人、ね、はい、当初ね。そんなも全部出ててバレてるのにさ、はい、初めて出てね、もう今まで厳格にやってきたのに、なんかもう、あの、脱北者がこんなことやって、はい、韓国ふざけんなみたいな、なんかそういうことを言ってですね、またあの、韓国にマウントしてるわけですよ。はい、アメリカにやると怒られちゃうんでね。この芝居に、だから我々はいつまで付き合うのかと。はい、で、これ何が狙いかってことなんですね。まあ、だから全てあの彼らはこういうことをやるにはですね、権力の強化という理由があるんですけど、最近ですね、このね、エリンギ様じゃなくて間違えた、あの、キム・ジョンウンがですね、あの、死んでんじゃねえかってことが、やっぱあの、北朝鮮国内でもね、結構やっぱ言われていて、生きてるっていう、やっぱ強く主張しないと、まずいんですよ。で、徐々に権力移譲して、それ、ね、なんとなくフェードアウトで飛行機事故を装って死んだことにしようかなとかいろいろ考えてたみたいなんですけど、どうもちょっとうまくいかないということで、もうここへ来て、がぜん、影武者の登板回数が増えているという、いう感じですかね。まあ、詳しくはあの篠原さんがですね、はい、あの最近あのメルマガ始めたんでね、はい、あの篠原丈二郎さんね、はい、水曜日レギュラーね、はい、篠原さん多分水曜日にあの詳しく、ね、あの解説していただけると思いますけどね、はい、専門家はですね、例えばですけれども、この韓国からのお詫びの印狙いではないか。あ、そうそう、だマウンティングですよ。あ、マウンティング、はい、そうそう、だ叩く相手が今あの韓国しかないんですよね、はい、あんまりあの日本とかアメリカにこういうことやるとなんだお前っつって言って、本当に封鎖とか厳しくなるし、あのガツンとこうね、はい、あの金属製の重たい棒で頭殴られるぐらいの、あの感じのことやられそうですからね。
ね、はいはい、日本はほらもうあの金出してもらうんで日本は困るんで、日本カード温存なわけですよ多分、はい、おそらくそんなことじゃないんでしょうかね、はいはい、続いてはこちら、読売新聞、 TikTok 米中の新たな火種に、日本の若者にも人気の中国の会社が作った動画共有アプリ TikTok が世界で逆風にさらされています。利用者の情報流出への懸念からアメリカなどで排除の動きが加速しています。アメリカポンペオ国務長官、今月上旬の FOX ニュースのインタビューで、利用すれば個人情報が中国共産党の手に渡りかねない、情報流通へのですね、流出の強い懸念を表明しています。これに対して TikTok 運営会社は、中国政府にデータを提供したことはないと釈明した上で、利用者のデータを管理するサーバーは中国の外にあり、流出するリスクはないとしています。 TikTok をめぐってアメリカと中国の新たな火種が生まれているということなんですね、ジョン。はい、あの TikTok がですね、はい、チャイナの会社である限りは、はい、チャイナ政府からですね、データ提供の要請を受けた場合出さざるを得ないんです、はい、もうそういう法律がありますから、3つぐらいあって、でもうそういうあの全部協力するようになってるんですよ。国防動員法とかね、話題ですけどね、はい、あの要はチャイナの国民はですね、はい、外国にいる場合でも、ね、その国とチャイナが戦争になった時はその、まあ、その国で破壊工作しろみたいなね、はい、まあ、まあ簡単に言うと、中国のために働けということですよね。そう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 いう内容の法律がありますから、でその企業も同じようなのがあるので、はい、なのでいくらこんな言い訳してもですね、もう全く、この釈明はですね、まあ、論理的ではないというか、いや、はい、というかオタクの国こういう法律あんだけど、じゃあ何それ無視していいのと、はい、逆に TikTok じゃあチャイナ政府に潰されますよねと、そういうの無視するって言ってたら、でも現時点で無視するって言ってないから、はい、チャイナで存在できてるわけなんで、ものすごい矛盾したこと言ってるというふうに考えていいんじゃないですか、はいはい、この TikTok めぐる動きに対して日本政府は現在静観ですが、いやいやダメでしょ静観してたら、追随しなきゃアメリカに協調を求められる可能性があると、はい、で、TikTok はちなみに経団連に加入してると、はい、経団連アウトです。制裁対象ですね、はい、もうお前らもうこの瞬間からアメリカで商売できないぞ、ね、あ、はい、まあ、そうやって言われると経団連弱いんじゃないかと思うんですよね、はいはい、TikTok 現在およそ150の国と地域で利用されてます。ダウンロード数は6月だけで8700万回、世界でトップなんですね、となったらやっぱり日本はもうこれはもう排除と、排除した方がいいと思いますよね。皆さんももしあのダウンロードしてる人いたら今すぐアンインストールした方がいいんじゃないかと思います、はあはあ、私はこれはね入れてないですね、はいはいはい、続いてはこちら、読売新聞、オーストラリア中国の海洋権益を否定。オーストラリア政府は今月23日付で国連のグテレス事務総長宛てに中国が南シナ海で主張する海洋権益否定する書簡を提出しました。オランダハーグの仲裁裁判所が2016年南シナ海のほぼ全域に主権が及ぶとする中国の主張を否定したことなどを踏まえて、オーストラリア政府書簡で中国の権益主張は全て法的根拠がないと強調しました。中国が判決に従わないことも批判しています。オーストラリア政府、南シナ海問題についてこれまでは国際法にのっとって解決すべきだとして中立的な立場をオーストラリアは取ってきました、まあ、ところが新型コロナウイルスの対応ですとか香港情勢などで中国批判を強めました、まあ、今回対中の強硬姿勢さらに強めた形です、まあ、その代わりに何かあの肉をね、はい、輸入しないぞとか、はい、中国は対抗措置出てますよね。報復措置出てますよね、はい、留学生送らないとか ね、観光客送らないとかね、はい、まあ、どうせ今観光客も留学生も送れないんでね、こんな状況なんで、あの何の、 あの痛手もないと思いますけど、はい、オーストラリアとチャイナっていうのはもうものすごい蜜月だったんですよね、はい、でそのオーストラリアの中にも親中派がいてですね、で結構チャイナのために働いていたんですね、でその辺はですね、あのサイレントインベージョンという本がね、はい、今出てまして衝撃の内容なんですけど、これ、ね、第2弾も出るそうですけど、そうですか、はい、あの、いろんなところまずね地方政府から食い込むらしいんですよね。でそこにこう、まあ、かなり の、 その有利な条件でいろんなディールを持ちかけて、でまずその地方 の、 その知事とかですね、まあ、議員がですね、まあ、骨抜きになっていくと、はい、ね、でそこからいろいろなですね、地方政府ってそんなこと決められるのみたいなね、そういういろいろちょっとね権益、まあ、咀嚼に近いようなね、はい、土地のこう、まあ、広大な土地のレンタルとかね、いろいろやって、まあ、浸透していくらしいんですよ、それからその中国系のね、
そのまあ情報機関とかでトレーニング受けたようなまあ人材をですね、オーストラリアの国会に送り込むといったですね、そういったまああのいろいろこう、まあ、手を変え品を変えねやってたことが全部バレまして、でオーストラリアふざけんなって今こう怒ってるわけですよね。で日本もおそらく同じことされてるんですよ、というか全世界これやってたんでチャイナは、なんで日本版のサイレントインベージョンも出した方がいいなというふうに思いますけどね、まあ、いろんなところで告発はされますされてますよね、それこそあのねこのあのおはようテラちゃんでいうと水曜日の篠原さんがいろいろバラしてますけど、まあ、こういうの皆さん見ていただいてね、まあ、さっきの TikTok の問題もそうですけど、日本政府こういうのに対してちょっと弱腰ですよね、でなんで弱腰かっていうのももう理由は簡単で、国会議員とか官僚の偉い人の中にモグラがいるんですよね、向こうのね、これ実際にスパイ捕まえてた人が言ってますから、証言してますから、あの捕まえようと思えばもういっぱい捕まえられるんだけど、捕まえに行くとその情報が事前に漏れてたりとか、逮捕状を取ろうとするといやこれは待てとか言って上の方からねなんかね謎のストップがかかるらしいんですよ、このモグラをあぶり出すことが大事かなと、今アメリカでもやってますよねモグラ叩きね、日本でもねモグラ狩りがね、あのもう渋谷のチーマーですよ、親父狩りならぬ、ね、あのモグラ狩り、永田町が渋谷になる日、センター街になる日っていうのは必要かなと思ってますけどね、以上ニュース目玉焼きでした。時刻6時30分です。今朝のコメンテーターは経済評論家常念司さんです。この時間常念さんにお話しいただくテーマこちら、新型コロナウイルス国内の懸念事項と今必要な対策。新型コロナウイルス感染再び拡大する中、繁華街の人出も再び減少しています。連休3日目おととい25日土曜日の人出を見ると、外出の自粛呼びかけられた東京都心はじめ全国多くの地域で1週間前の土曜日18日よりも減少しました。 NTT ドコモのモバイル空間統計によると、東京新宿駅周辺のおととい午後3時時点の人出、去年の同じ時期と比べ 46.9% 減少です。1週間前の18日は 44.9% の減少ですから、人出は2ポイント減っているという計算ですね。渋谷センター街の周辺は18日と比べると 2.6 ポイント減りました。全国主な都市を見ると、札幌駅周辺18日と比べて 1.3 ポイント減少、名古屋駅周辺 12.7 ポイント減少、大阪梅田駅周辺が 7.4 ポイント減少、福岡天神 7.9 ポイント9ポイント減少です、まあ、全国のかなりのその地域で人出が減っているということですが、ジョーネスさんいかがでしょう。もう自主的自粛が始まりましたね。で同時にですね、まあその人出を見込んでね、まあお店を開いている方にとってはまた試練が続くと、そうですね、いうとこですかね。この浜松町のすぐ近くにもね、新橋というね、まあ、サラリーマン天国がありますけれども、夜がだいぶね、スカスカになってきて、新橋の飲食店かなり今ダメージ受けてるということで、まあ夜のそういうね、まあ飲食業、まあ、中心にね、かなり厳しいんじゃないかと。で土日はまあ昼間はね、アパレルですよね、あの服屋さん、ね、結構いっぱいありますけど、服も全然売れてないみたいで、この間ちょっとね、まあ、用事があって銀座に行ったんですけど、やっぱ百貨店も空いてますね。銀座のホコ店もね、一応ちょっとまあ取材がてら見てきたんですけど、まあ人手は半分ぐらいですね、ざっくり、半分ちょっとでも足らないぐらいですね、6割7割方まあいない、いない、はい、まあ、いつもの3分の1ぐらい、そうなんですね、感覚的にはね、そんな感じでしたね、結構きついと思います。にぎわってる時はね、海外からの人もね、観光バスがもう横付けされて、はい、まあ、それはもう流行ってましたけども、もうあの外国語は全く聞こえてこないですね、はい、ゼロですね、ほぼ、はい、国内の感染状況に関して陽性率の上昇を懸念する声があります。東京都によると、1日の検査人数5月下旬から右肩上がりで増えて、今月13日3000人を超えました。検査数を増やすと陽性率は、下がるとされていますが、都内では5月下旬には 1% 台だったものが、今月16日以降 6% 台が続いています。この陽性率の上昇ですが、ジョーネスさんいかがですか。これ5月下旬にやってた検査と今やってる検査ではスペックが全然違うからじゃないですかね。今は本当にウイルスが、2個とか3個とか、5個ぐらいかな、残ってるだけでも、PCR ってウイルスを増幅するんですよね、増幅っていうか、要はその倍で増やしてって、でそれでまあ、まあ、いるかいないかって検査するんですけど、前は本当に2個ぐらいしか残ってない人っていうのは陰性になってたのが、今なんか検査精度ものすごい上がって、これが陽性に出るように
なったらしいんですよね、はい、でそこ一番肝心なとこなんですけど、あの全然言わないんですよテレビとか、はい、なんであのこれ私普通にネットで調べて出てきた情報ですけど、あの検査のスペックがですね桁違いに上がってると、でそれが陽性率の上昇にどういう影響を与えるかているかってことは、はい、あのちゃんと言わないと、そうですね、はい、これ、あの検査のスペックがめっちゃ上がってることは事実です、はいはい、でそれによって陽性率の上昇が引き起こされているかどうかっていうその因果関係については、これ専門家に検証してもらいたいんですが、これ全然言わないので、これただ不安になるだけじゃないですか、そういう肝心なこと言わない、はい、さっきのあの髄膜炎とか後遺症の話じゃないですけど、はい、え全員なるんですかと、はい、それとも1万人に3人ぐらいになるんですかってことで全然こうみんなの怖がり方変わると思うんですけど、一番大事なとこ言わないでどうすんのと、はい、もうとりあえずあの4月頃やってた検査と今やってる検査別物だぜっていう話ちゃんとしないとよく、まずくないってずっと思ったんですけどね、はいはい、確かにそうですね、まあ、その他ですと入院患者数の増加ですね、はい、都内ではおよそ、おととい25日の時点で1105人、今月1日時点では280人だったのでおよそ4倍になっていると、政府の分科会の尾身会長も今の段階で考えられる最悪の状況は感染者がじわじわ増えて医療が逼迫することだと話して医療体制の強化を訴えています。まあ、東京都に関してはそのベッド数を増やすだとか借り上げのホテルを増やすだとか、まあ、そういうことはしていくという方向ですが、この入院患者数がじわじわ増えてるっていうのはこれはこれはね、だ東京都に関して言うとその、まあ、ホテルをね、あの解約してしまうという大失態あったわけですから、はい、あのこれもう一回ちゃんとやってほしいですよね、はい、そこが全てだと思います、はいはい、また後ほどお話伺います。時刻6時40分です。今朝のコメンテーターは経済評論家常念司さんです。今朝もいろいろニュースが入ってきています。新聞各紙から梅雨が各地で異例の長さとなっています。すでに九州、四国、中国、近畿、東海、関東、甲信、北陸、東北南部、去年や平年よりも梅雨明け遅れています。東北北部も遅れる可能性があります。東日本、西日本では25日までの60日間の合計日照時間が平年を下回る場所が出ています。観測史上で過去最も梅雨明けが遅かったのは四国が8月2日頃、中国、近畿、東海が8月3日頃、九州北部と関東甲信が4日頃、九州南部が8日頃、東北南部が9日頃です。今年はですね、すでに沖縄が6月12日頃、奄美も7月20日頃に明けました。5月10日頃に梅雨入りした奄美は梅雨の期間が71日間に達し、記録を取り始めてから最も長くなりました。まあこの長いスパンで見ればこういうこともあるさなんでしょうがね。はい、そうですね、はい、なんかあの今回のこの梅雨とね、あとチャイナのあのほら四川省で大雨降ってんのと、はい、あの結構関係しててね、これずっとあの梅雨前線つながってますから、はい、であのその原因はですね、なんかあのインド洋のね、はい、あインド洋というかインドか、まあ、インド近海のそのまああの海面温度の上昇が関係しているのではないかという説がありますよね、これ日経新聞なんか書いてありましたけど、そうですね、なんかあの太平洋高気圧のパワーが、はい、その海面温度の上昇によってそがれちゃうみたいなんですよね、はあはあ、でそれであの梅雨前線を上に押し出す力がちょっとパワーがなくて、でいつまでも停滞してしまうということで、はい、まあ、これがあの異例なこの梅雨の長さの原因になってるのではないかと言われてます、ね、今常念さんおっしゃったそのインド洋がね、はい、あのものすごく高いので、はい、海面温度がね、はい、なのであのいつもですとフィリピンあたりでできる台風も7月に関しては一つもできてないんだそうです。台風来てねえな今年全然。あの5月に1個、6月に1個、2個はできてるんです、はい、7月はゼロなんだそうです。ゼロですか。このままゼロでいくと、はい、これ史上初っていう台風だからといってじゃあ、ね、この後台風ができにくいかってとそうでもないらしいんですがね。そうですね、去年あたり台風来まくって大変でしたけど、そうです、15号19号21号とかね。そうですね、はい、まあ、そういう状況だということですね、はい、あとその、まあ、起きてほしくはないですけれども、このいろいろ避難しなくてはいけないとかそういった際にですね、東日本中心に、まあ、甚大な浸水被害をもたらした去年の台風19号などを受け、市町村が発令する避難情報のあり方検討してきた内閣府、避難勧告と避難指示がこの
2つあるということ自体がですね、併存する現行の制度を見直すと。で、見直した後のこの制度では、避難勧告をやめて、避難指示に一本化した上で、レベル4とする方針です。さらに最も危険度の高いレベル5、災害発生情報にはですね、避難命令といった新たな避難情報の名称をつけ、住民に安全確保を促すとしています。これだ、じゃあいつからだっていうと、結構これがね、時間かかったりするんですよね。これ早くやってもらいたいですね。そうですね。まあ、避難勧告と避難指示、確かに分かりにくいですよね。そうです、ね。勧告って言われると、じゃあ別に、はい、あの、進められてるだけのこと聞かなくていいんですかね、みたいな感じになりますよね。そうなんですよね。はい。ですから、この避難勧告がもうやめて、やめる避難指示、さらに上は避難命令とすると、はい、こういうことのようですね。なるほどね。はい。はい、さあ、それではここからは常念さんにこのテーマで話を聞きます。新たな冷戦の様相、激しさを増す米中対立。アメリカと中国の対立が激しさを増し、新たな冷戦の様相を呈しています。アメリカ政府21日テキサス州ヒューストンの中国の総領事館閉鎖を命じ、24日には閉鎖されました。アメリカ政府高官によると、総領事館、アメリカの知的財産を摂取する、まあ、盗んじゃうってことですね、取っちゃう、この一大拠点だったといいます。アメリカの研究機関にいる中国のスパイにどのような情報を盗むべきかを具体的に指示、アメリカの捜査の手から免れたり妨害したりする方法を手ほどきして情報収集活動を支援していたということです。閉鎖についてアメリカ政府高官、これは氷山の一角だと指摘しました。受任、損害や迷惑を我慢すること、この受任できる限度をはるかに超えた、このまま放置すればより攻撃的になりかねなかったと中国政府を批判しています。一方、中国外務省24日四川省成都にありますアメリカの総領事館を閉鎖するよう北京のアメリカ大使館に通告したと発表しました。アメリカ政府がヒューストンの中国総領事館閉鎖を命じたことへの対抗措置だとしています。通告24日午前に行われ、72時間後の27日今日午前までに閉鎖するよう求めたということです。成都のアメリカ総領事館閉鎖について、中国外務省の報道局長、アメリカ政府の理不尽な行為への必要な対応だと話し正当化しました。責任はすべてアメリカ側が負うべきだとも強調しています。このアメリカ政府がヒューストンの中国総領事館の閉鎖を命じたことをきっかけに、さらにですね、アメリカと中国の対立が激しさを増しているという状況なんですが、常念さん、いかがでしょう。はい、まあ、これはですね、実はもうとっくに去年から始まっている戦いでして、はい、去年の11月にね、逮捕されたシンガポール人のね、スパイがいるんですけど、はい、これもね、昨日ですね、私はチャイナのために働いてましたってことをですね、自供しまして、裁判所に行ってですね、全ての罪を認めると、はい、このタイミングで持ってきたところもすごい象徴的ですけどね。それからあと今年の1月28日にね、ハーバード大学のケミカルエンジニアリングのね、学部長のリーバー教授っていうのは捕まってますよね、はい、チャイナ側のカウンターパートと一緒に捕まってるんですけど、まあ、これも今回のそのヒューストンの領事館の一連のね、はい、こういうスパイ問題に対して、にもつながっていると言われてるし、それからあとサンフランシスコ の領事館に逃げ込んだ4人のね、はい、チャイナのスパイね、これも捕まりましたね。全員出頭したみたいですね。出頭しなかったら多分スワットが突入するかなと思って、一大スペクタクルだなと思って見てたんですけど、さすがにそこまで行かずにやばいと思って、投稿したそうで、4人ですよ、4人、ね、で何が問題かというと、彼らはね、ビザの申請の時にね、虚偽の申告をしていたと、はい、要は人民解放軍との関係があったにもかかわらず、はい、それを隠してですね、一般人のような形で、まあ、その大学とか一般企業潜り込んで、でそこで情報収集をしていたと、はい、いうふうに言われていて、もう立て続けにこういうのが起こってるわけですよ。で、まあ、さらに言うとですね、チャイナという国はもともとその、まあ、まともにアメリカと戦ったら負けるということで、はい、超限戦というですね、はい、まあ、1999年にまあこの概念を打ち立てたんですけど、まあ、こういうのをやるってことをですね、まあ、公式文書ではないんですが、はい、宣言しですね、でかつ戦力とかをね、はい、その超限戦という論文が、まあ、99年書かれた論文に、まあ、沿うような形で整備されてきてると、でその超限戦の本質は何かというと、戦場以外の戦場で
勝利を勝ち取ることなんです、はい、戦場以外の戦場ってどこよってことは、まあ、こういうスパイ行為とかですね。そうなんですね、はい、そういうことです、はいはい。アメリカのニュースチャンネル FOX ビジネスはヒューストンの中国領事館が全米の暴動に関与している可能性があるとも伝えています、まあ、この暴動というのはアメリカミネソタ州で起きた白人警官による黒人男性の暴行死事件をきっかけに全米で広がった例の抗議デモのことです。でこれ FOX ビジネスだけが伝えていて真偽のほどというのは分からないんですが、これどうなんでしょうね。これはね、ゴードン・チャンさんというですね、はい、まあ、アジア問題のアナリストの方がですね、はい、述べた、まあ、セリフのことだと思うんですけど、はい、セリフというかね、言及した発言についてだと思うんですけど、ゴードン・チャンさんはね、確認が取れてる情報と取れてない情報があるというふうにちゃんと言ってまして、はい、で確認が取れてない情報としてこの、まあ、デモに関与している可能性があると、はい、いうふうに言ってるんですね、じゃあ確認が取れてる情報は何かというと、先ほど私が言ったように、はい、チャイナという国ね、もしくはその共産党のまあ国際的なつながりがアメリカのね、まあ、非常にセンシティブなこの人種問題、はい、これの緊張を高めるような、うん、そういうまあ方向で活動していると、これは確実だと裏取れてるということで言ってるんです、はい、だからその、まあ全体的にですね、アメリカのその人種問題を、まあ、わざと、はい、まあ問題をね、うん、長引かせて、はい、悪化させるようなことに関与している活動の一つに今回の暴動があったかどうかってのはこれから多分検証されるとは思います。いろんなやつ捕まってるんで、まあ、おそらく自供するでしょう、はい、おそらくね、仕事歴とかアメリカありますからね、はいはい。まあ、今回何かと目立つのはアメリカポンペオ国務長官ですね、はい、中国に対し強硬な姿勢を示しています。23日の演説で我々が追求してきた中国に対する関与政策、中国国内の変革をもたらさなかったと述べました。これは中国を国際社会に取り込んで長年のこの関与政策ですね、からの転換を図る姿勢を強調したと、まあ、これは常念さん、要は中国をこの潤わせて、はい、そうするとこの自由だとか民主化のその動きが出てきて、はい、で中国共産党体制が崩れるんじゃないかみたいなことを考えていたんだけども、うん、はい、そうはいかなかったそうですね。これは2015年にですね、はい、アメリカのまあ一番の親中派と言われていた、ま、ピルズベリーというですね、はい、マイケル・ピルズベリーかな、はい、彼がですね、そのまあ40年間にわたって、経済成長すると民主主義がやってくるという不思議な考えね、あんまり根拠のないロジックだったんですけど、これを信じて40年間やってきましたが、はい、チャイナはもう一向に民主主義になる気配がありませんと、はい、で私はもうずっとやってきたんですけど、もう先輩からも引き継いでやってきたんですが、もうこれやめますって言ったんですよ、はい、2015年、このピルズベリーが言ってからまあ5年経ったんですけど、まあ、今こんなことになったということですね、はいはい。またポンペオ国務長官、中国が知的財産の摂取を繰り返してきたとして、中国共産党への見方を変える必要がある、普通の国として扱うことはできないと述べました、うん、そして民主主義国家による新たな同盟を構築すべき時だと述べて、中国の行動を変えさせるために NATO 北大西洋条約機構、あと G7 先進7カ国などの協力を求めていると、さらに中国の習近平国家主席を名指しして全体主義イデオロギーの信奉者だと批判し、中国の共産主義に基づく覇権への野望を長年抱き続けていると述べました。ポンペオ国務長官、中国共産党政権、そして習近平国家主席を厳しく批判しました、まあ、このタイミングというのも、まあ、何かあるんですかね。いやだからもう抜き差しならないところまで来てしまったということじゃないでしょうかね、はい、はい。で日本としてもね、この流れはチャンスだと思います、はい、戦後レジームの脱却ってね、みんな結構簡単に言うんですよ、自主憲法制定だのね、はい、まあ、自主防衛だとか言うんですけど、まあ、つってもね、世の中やっぱなかなか同盟組まないと守れない、はい、同盟なしで自分の国守れる国は本当数えるほどしかないですよ、で今この同盟の組み替えが、ね、組み替えというか、まあ、最低限が行われようとしてますよね、はい、この最低限にうまいこと乗っかって、まあ、現状のですね、国連の体制ね、敵国条項があったりとかするのを、まあ、転換していくと、はい、ね、これ新たな秩序です、はい、ね、その、ポストチャイナですよ、まあ、チャイナはおそらく、はい、これ制裁食らうと思うんで、はい、このポストチャイナの新しい国際秩序の中で、日本が、まあ、しっかりした役割を担っていくと、はい、これは憲法上も全く問題ないことですから、国際協調路線でしょ、憲法だと。そうですね、これやったらいいんですよ、真の意味での国際協調をやって、戦後レジームを再定義すると、はい、すげえチャンス来てるんですよ、なのにね、日本のテレビ何やってんでしょうね、全くね、はい、常念司さんでした。